卓球、全日本選手権、27日、東京体育館。男子シングルス準々決勝が行われ、パリ五輪代表の張本智和、20、イコール智和企画イコールは、20年大会覇者の宇田行きや、22、イコール明大イコールを4対2で撃破し、4強入りを決めた。6年ぶり2度目の優勝まであと2つ。また、妹の張本美は、 15イコール木下アカデミーイコールも女子シングルスで準決勝に進み同種目の最年少制覇を視界に捉えた兄弟による男女シングルス同時制覇となれば大会史上初の快挙となる友和自身は4年前の決勝の舞台で苦敗を喫した宇田との因縁の一戦だった強打を誇るサウスポートの激闘で中盤までは競り合ったが終盤の勝負所で突き放して振り切った ただ、試合中には集中力を削ぐような、雑音、も耳に入ったといい、妹、には分かってるぞ、と、会場で、ヤジが聞こえて、勘弁して欲しかったです、わら、自身も勝ったから良かったものの、苦笑いするしかなかった。中学3年の美和はこの日の女子シングルス準々決勝で、前回2位の木原美優、木下グループ、に衝撃のストレート勝ちを果たし、 初の4強入りを決めた。妹の会進撃にともかずは、自分の方が本人より妹の勝利を喜んでいる、と、恵比すがを。25日には、お互いシングルスで優勝できるレベルまで妹も来ている。自分が王座を取らないと、二人で優勝できないくらい、プレッシャーを感じているので、笑。僕が優勝できるように頑張ります。 と自虐で笑いを誘うほど、ミワの成長を実感している。自身は6年ぶりの帰り咲きへ、優勝しか狙っていない。2位以下は初戦敗退と同じ、と決意を込め、28日の準決勝、決勝に向けて自分の試合に集中して戦いたい、とギアを上げた。